なんであんなに喫茶店とかさ、それからフレンチ、ほら、フランス料理店も多い。まあ、昔からね、青森県内の中では、我先に新しいものに飛びつく、そこなんだ。そういうところがあって、モダンなのとかハイカラなのが好きなんですね。で、さっきも言いましたけど、明治の初めにですね、もう、アメリカ人宣教師がやってきたりとかして、それで、東北では一番最初に教会が、プロテスタント系の教会ができたのが広島なんですよ。意外と仙台よりね、早いものが調べていくと結構ありまして、なんかね、ちょっとね、そんなシャレてるっていうかさ、いわゆるハイカラって言うんですか、そういうね、言葉、あれなんだよね、ちょっとあれだよね、こうなんか神戸、ミニ神戸みたいな感じがするよね、嬉しいですね、シャレてってさ、おしゃれな街っていう感じ。